それにしてもですね、台風の被害、千葉県だいぶひどいみたいですね。僕の知り合いも南房総の方で生活してるやつがいてですね、メッセージ送ったりすると、かなり停電したりとか断水したりとか、大変だということで言ってましたね。去年は倉敷市の真備町でも大きな水害があって、その被災地に片付けなんかで入ったんですけど、やっぱ実際にこう被災してしまった人たちの生活の再建ってまだまだ、ね、目処が立ってる人ももちろんいるけど、そうじゃない人もいて、かなり大変だろうと、これからも、非常にこう難儀をすると思いますが、なんていうんですかね、このラジオを聞いてるとは限らないですけど、その千葉県の人が用心して、まだ今週末もう一発近づいてきてる台風が確かあるはずなんで、用心していただければなと思っております。はい、ですね、先日ラジカセ買いまして、サンスイっていうメーカーのラジカセなんですけど、アマゾンで買いました。リンク先を貼っておきますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。4000円ぐらいだったと思うんですけど、すげーいいですね、ラジカセで。ラジオもちろん FM、AM 聞けますし、カセット再生できて録音できてできますし、あとね、やっぱ最近のものなので Bluetooth つながるんですよね。なので iPhone とかの音をそのまま流すことが、ラジカセのスピーカーから流すことができ、 SD カードも入るし、あとなんか USB でつなぐこともできるみたいなんで、結構使い方多岐にわたってあるんじゃないかなと思います。インテリアとして買ったところが大きいんですが、うち隣がレストランがあって、レストランって言っても何だろうなレストランというか飲食店があってですね、飲み会とかやってると結構壁薄いのがうるさいんですよね。気になってたんで、少し BGM 流そうかなと。天井に埋め込んでるスピーカーがあるんですけど、なんかいまいち気に入ってないのと、すごいもともと静かな場所なんで、BGM 普段流してなくて、音楽聴いたりするのも、なんか自分の趣味の音楽をかけたりするのはちょっとお店としては違うかなと思って使ってないんですけど、サンスイのラジカセめちゃめちゃビジュアルがいいんで、なんかぜひ使っていきたいなと思っております。はい、というわけで今日もやってまいりましょう。中村ラジオの時間です。改めましてこんにちは、中村ラジオの時間です。本日もよろしくお願いいたします。秋めいてまいりましたね。だんだん朝晩涼しくなってきて過ごしやすくなってきましたが、刈り上げる方たちね、風邪ひかないように気をつけていただければなと思います。以前にもお話ししてたと思うんですけど、求人用の動画を今撮影まで至ってないんですが、今構成を作っているところで、大方概要が出来上がってきたので、なんかモックのこうモックっていうなんか何だっけ見本試作品みたいなやつをね作ってみたり、自分でなんかこうテキスト入れたり音入れたり画像とりあえず適当なものを突っ込んで作ってみてるんですが、なんかだんだん自分の頭の中も整理されてきて、で、どういう求人をするかっていうのはやっぱりこれも集客と一緒でターゲッティング重要なんですよね。どんな人を雇用したいかっていう、そこがまずありきで、それがないとどういう求人、どういう動画をまずそもそも作るべきか、要は PR ですよね、プロモーションかけるべきなのかっていうね、精度の高い広告プロモーションを作ることができないわけですね。だから何がありきかっていうと、まずはターゲットなんですよね。どんな人が働いてくれるといいかっていうところをこちら側で、僕の方でしっかりこう決めてですね、そこのターゲットに対して属性を出してきて、ね、その人たちに響くような
プロモーションしなきゃいけない。これはもう集客と全く同じですね。どんなお客様に来てもらうべきか、利用してもらうべきかっていうのがあって、でその人たちに対してフックするようなプロモーションをかけるっていうプロセスですから、全く同じ原理でやれるのかなと思ってまあやってるんですが、その中で、労働とは何かみたいなところをね、またなんか改めて考えるきっかけが今回あって、で倉敷、僕岡山県の倉敷市の出身なんですが、岡山県の人はねすごくよく知ってる方で、大原孫三郎さんっていう方がねおられます。この大原さんっていうのはですね、1980年のお生まれだから、明治時代になりますかね。で大正昭和と活躍された経営者の方なんですけど、この大原孫三郎さんはですね、倉敷紡績で、今はクラボって呼ばれてる紡績会社で、クラレはね、こう全国区というか世界にこう知れ渡ってる名前だと思いますけど、クラレ、あとはですね、中国銀行っていう、こう地方銀行、地銀なんですけど、中四国を中心とした、こうエリアでやってる地銀なんですが、かなり大きな大手の銀行になります。もうその頭取立ち上げた方、あとはですね中国電力、これはね、電力会社です。中国電力っていうのは東電とかと同じですね、同じなのかな、同じだと思うんですけど、電力会社を作った方なんですよね。で大原財閥っていうね、財閥の一つになります。他にも倉敷の中央病院っていうね、かなり大きな病院であるとか、大原美術館、これも有名な美術館の一つだと思います。美術館であるとか、あとはですね、大原記念労働科学研究所っていうのがありましてですね、この労働について研究している機関、こういうのも立ち上げている、明治の時から常に立ち上がってるわけなんですが、すごいこの人の生き方みたいなものを倉敷に住みながらあんまり詳しく知ってはいなかったんですね。なんとなく漠然と大原さんっていうなんか昔偉い人がいて、倉敷っていう町、こう古い町並みの残ってる倉敷っていう町の、なんかこう美術館があったりだとか、昔の紡績所の跡地なんかがですねあったりだとか、すげえ大金持ちの人だったっていうぐらいの認識しかこれまでなかったんですが、ひょんなことでですね、ひょんなことでっていうこともないんですけど、僕今その求人の動画を作るにあたって、でアドバイスをいただくためにメンター、自分の知り合いの先輩にですね、そういうセッションをお願いしてですね、毎週お会いしてお話を聞かせてもらったり、僕から自分のやりたいことを伝えたりしながら、こう今形にどんどんしていく作業をそのメンターとやってるんですが、その方の話の中からこの大原孫三郎さんの話が出てきて、そこから今少しずつね、文献とかなかなかそこまで読み込めてはないんですけど、ウィキペディアとか、あとウェブサイトなんかを中心にですね見ているんですが、かなりねリスペクトに値するというか、リスペクトに値するみたいな、上から目線じゃなくてどういう表現していいのか分かんないですけど、めちゃめちゃすごい人だなと。で有名なのはですね、その中央病院っていう病院、倉敷市岡山県下だと、かなり大きい病院の一つに入るんですけど、その病院ができた経緯みたいなのはなんとなく漠然と知ってて、当時明治の時代ですね、紡績工場なんで、その産業革命以降ですね、機械化が進んで蒸気の力を使って機械を動かすっていう産業革命っていうのが、その日本だと明治時代ぐらいに起きてるんですが、その折にですね、その勢いに乗って、こう工業化の勢いに乗ってですね、この紡績クラボーっていうのはこうかなり巨大な企業になっていくんですが、そこで働いてた女工さん、女性の工員さん、女工さんっていう人たちがですね、たくさん働いてたんですが、その働く環境かなり劣悪で、やっぱりこう病気になる方や死んでしまう方、あと量なんかも非常にこう粗悪なもの、食べるものに関してもっていう中で、この自分の従業員の人たちのために病院を設立するんですね、診療所みたいなものを。
で、この、これまあ後にクラボー中央病院っていう名前になり、今は倉敷中央病院ってなっていくんですけど、いまだに医療法人ではなくて、確か財団法人かなんか公益法人、公益財団法人って言うんでしたっけ、なんかね、公益財団法人って略なんでしたっけ、ちょっと名前は忘れちゃいましたけど、なんかとにかくその利益の追求する形の病院ではなくて、公益性を重んじるっていうもののまま残してるんですよね。で、市民の倉敷市民が使えるようにだとかっていうので、こうそういう病院を設立してあったりだとか、まあ、さっき少し触れましたけど大原美術館っていうね、あの美術館がありましてですね、この美術館もこれ倉敷市民の教養を高めるために美術館を作ったり、まあ、あとは世界中の絵画であるとか美術品っていうものをまあ守らなきゃいけないみたいな、そういう思いもあったんだと思いますけど、まずはその倉敷市民に対して教養をつけさせなきゃいけないんじゃないかとか、あとは倉敷の商業高校っていうのも設立してます。で、これも校員の人たちが教育を受けながら働けるようにっていうものをやるために学校を設立して、で地元のそういう子どもたちのために大原小学会っていうね、こう奨学金のこう今でいうと何なんですかね、奨学金制度みたいなのを、まあ、当時立ち上げてですね、そういうとこからですね、こういろんな政治家であったりとか、まあいろんな方々輩出してるんですけど、さっきの大原美術館の、ね、コレクションを集めてきた画家の小島虎次郎っていう方もこの小学生が小学生だった方らしいんですよね。まあ、これあのちょっと細々と僕が知識をこうたくさん持ってるわけじゃないので解説するのが非常に難しいので、ぜひあのお調べになっていただけたら嬉しいなと思うんですが、まあ、やっぱこれだけ聞いてもかなりリベラルな思想を持った方だったんだろうというのが想像つきますよね。でこの方もともと倉敷市内の大地主、そのクラボーというのはもともと、まあ、会社があるんですが、このお父さんがですね大原幸四郎っていう方で、この三男坊としてこう生まれてきたらしいんですが、まあお兄さんお二人はお亡くなりになって、孫三郎さんがこう大原家のこう跡取りになっていくんですが、現在の早稲田大学東京専門学校っていうね、当時名前だったらしいんですが、明治30年にここに入学してですね、まあ、かなり放蕩生活を送って、この放蕩生活、人間失格のストーリーみたいですけどね、まあ、放蕩生活を送ってですね、で現在の価値にして1億円ぐらいの借金を抱えて、あの呼び戻されてですね、謹慎食らってるんですよね。なかなかのボンボンですよね。まあもう大金持ちのバカ息子みたいなね、まあ、そういう方だったらしいんです。当時はね、こう若年期っていうんですかね、若い頃は。でその謹慎中に、まあ、そのいろん石これなんて読むんだろうな、石井十字であってんのかな、ちょっと名前わかんないんですけど、石井さんっていうね、まあ、方に触発されて、社会福祉事業みたいなものに興味を持つようになったらしいんですが、その若年期になんか割とこじらせてる感じだと思いますね。自分が生まれ育った環境はすごく恵まれてるけど、実は校員の人たちっていうのは初等教育すらまともに受けたことがないっていうことを、この自分の実家がやってる家業、倉敷紡績に入社した後に知るんですよね。まあ相当のボンボンだと思うんですけど、でまあ、そこからですね、工場の中に小学校を作ったりとか、またまあ高校、さっき言った倉敷商業高校って今でもある学校をですね、設立したりとかっていうことで、校員の教育をどんどんしなきゃいけないであるとか、まあ、生活のインフラを整えてあげようっていうね、ことですよね。福利厚生みたいなものじゃなくて、もっと根深いところのこうライフラインそのものをこう整備したっていう、まあ、それぐらいこうかなりなんでリベラルな ことをやった方なんですね。で岡山大学なんだっけな、違う岡山大学じゃなくて、なんか、大原社会問題研究所かで、現在は法政大学
の中に入ってるらしいですね。法政大学大原社会研究所、社会問題研究所っていうのを開設してるんですけど、これね、マルクス経済、マルクスってマルス、資本論書いたマルクスさんですね、の経済学っていうのがの研究が中心になってて、これ大正8年頃なんですけど、その後にやっぱりね、こう時代はどんどん戦争にこう向かっていくわけじゃないですか。大正から昭和の初頭にかけて、でやっぱ特攻警察とかああいうとこからもこうマークされて、非常にこう厳しいこうマークを受けてたというふうに書かれてますね。で大正10年には労働環境改善研究機関みたいな、倉敷労働科学研究所かで、今では大原記念労働科学研究所っていうものになってるらしいんですけど、これはですね、大原記念労働科学研究所はここも公益財団法人なんですけど、これどっか大学の中に確か今ではあるんじゃなかったですかね。今ウェブサイトちょっと開いてみてるんですけど、ロケーション、新宿区、なんかのキャンパスですね。桜オービリン大学、合ってますか、オービリン大学って読むのかな、読み方オービリン大学、あ、合ってましたね。オービリン大学っていうその大学のキャンパス内に今はその研究所があるらしいんですけど、なんかちょっと機会があったら一回訪ねてみたいなと思いますが、これやっぱね、僕すごい共感というか感銘を受けたというか共感するというか、僕も20代の頃、もう本当二十歳そこそこぐらいの時に、散髪屋のお店にですね就職して、最初のお店に就職して、最終的には労働組合作ろうとしたのがバレてというか、僕労働組合って作んなきゃいけないもんだと思ってたんですよね。でそのお店は店舗展開を3店舗ぐらい作ってて、社員数も結構ね 2,30 人ぐらいはいたんですね当時。でこれから法人にしていくんだみたいな話をオーナーが言ってて、でそういう会社組織としての体制を整えてる過渡期だったんですよ。でいろんな部門というか部署を作って、店舗運営にだけじゃなくて広報の活動であったりとか総務とか、そういういわゆる会社組織としての部署を整備してる途中だったんですよね。で僕その初年度から総務部に配属になったんですけど、でそこの総務の部長だった人がですね、すぐ退職しちゃうんですよね。で退職しちゃったもんなので、本当は後任で別の幹部の人とかがその総務の部長をやるべきなんですけど、なんせそこまではその会社の組織みたいな部署っていうのがあんまり機能してないし、なんかなんとなくその時は名前をつけて配置してあっただけって、ほとんど機能してない状態だったので、1年目で入社して本当に3ヶ月目ぐらいの僕がその総務の部長になっちゃったんですよね。で別に役職の手当がついたりとか、そういうなんか偉くなるわけでは何でもなくて、とりあえずお前やれよみたいな感じで押し付けられた形で総務部に入って、総務で言うと、そこから僕はですね、総務って何するとこかすらも知らないし、会社って何か入社3ヶ月の二十歳で、ましてや散髪屋になろうとしてる人間が知ってるわけもないので、とりあえず本屋さんに行って、で本見てその会社って何かみたいなのをね調べてて、で総務っていうのは人事があったりとか、なんか雑用係みたいなもんなんだなとかっていう、当時はそんな風にこう解釈してですね、人事やるんだったらこう労働組合つきないとダメなのかなみたいなノリで、そのすぐにそれを取り組んだわけじゃないんですけど、そこから2年ぐらいのうちにその労働組合の立ち上げとか給料の見直し、あとは働き方ですね、今でいう働き方改革みたいな、当時は超絶ブラックなその環境で働くのが当たり前の業界だったので、1日10時間の営業が終わった後に、それぞれのトレーニングをして練習ですね、散髪屋の練習をして、でそこから同時にですね、なんかこう記帳作業とかね、そういう事務バックオフィスみたいな仕事をやってたんで、1日少なくとも 12,3 時間ぐらいはずっとお店に拘束されたまま働く。で土日は営業か、月曜日の休みにはなんかチラシを配りに行くだとか、あとは徹夜してそのチラシのデータ作るだとか、なんかそんなのもやってましたね。そういう今の時代から考えるともう笑っちゃうぐらいブラックな環境で働くのが当たり前の業界だったんですけど、
僕別に実家が床屋じゃないのでそれが当たり前だとは思えなかったし、あとはねその時によく読んでた本の一つに、あれ誰だっけな、なにわ金融道を書いてた、名前忘れちゃったな、なにわ金融道を書いてた人の名前なんだっけな、青木雄二だ、多分そうだと思います、ちょっと調べないんで分かんないですが、青木、確か青木雄二だったと思う、その人の本もよく読んでたんですよ。そのなにわ金融道っていう漫画よりも書籍が出てて結構数出てるんですけど、でいろんな本その中でこう読んでいくんですけど、あの人結構ねこうリベラルの人なんですよね、左翼思想の強い人で、それこそマルクスの資本論を読んで資本主義とは何かみたいなのをこう学び取り、そこからあのなにわ金融道を書くんですよ。なんか対極に思えるものじゃないですか。本来は、これ話とっちらかり始めたぞいつも通りちょっとね伏線じゃないんですよ、これ本当単純にすごい脱線してるんですけど、大事なとこなんでなんかよくわかんないですけどとりあえず喋りますが、その資本論っていうのはよく知られてる通りって言えばいいのかわかんないですけど、読んだことがある方がどれぐらいいるかわかんないんですけど、まあいわゆる左翼思想、労働者の権利をこう資本家から勝ち取ろうみたいなことが、まあ、ざっくり言うと書いてあって、だからそれゆえに資本主義とは何かっていうね概念とかだけではなく構造までもしっかりこう読み解くことが、本来はできるような本になってるはずなんですよね。で逆に返せばそれ見て資本主義を理解して資本家としてやっていくことすら可能だと思うんですよ。別に資本論を読んだからって左翼主義にこう走る必要もなくて、まあそういう本なんですけど、でその青木さんの本を僕好きで、まあその何焼き運動が面白いなと思って、金ってなんだろうなとかっていうのが分かんないまんまだったので、まあ、この人の本を読んでれば分かるようになるかなと思っていろいろ読んでたんですけど、で知らず知らずのうちにって結構僕はリベラルなそういう思想をきっとその本からこう吸収してるんですよね。で僕の祖父も割と、リベラルな思想の人で、まあ、その僕の祖父も大正生まれなので、そもそもその左翼いわゆる共産党員とかそういうわけではないんですけど、共産主義者っていうわけじゃないけど割とリベラルな思想を強く持ってた方だったんですね。だからこそ僕はですね、まあ、このリベラルな思想を持った大原さんのこうやってきたことっていうのはめちゃめちゃ共感するわけですよ。でもこの人は大財閥の方なんですよね。めちゃくちゃ金持ちなわけです。でめちゃくちゃ金持ちであるがゆえにできたという言い方もできるんですけど、この人はちゃんと事業を立ち上げ、その事業のそのコンセプト元になってる思想がやっぱり市民生活を豊かにしなきゃいけないんじゃないかとか、教育であったりとか、その病気に対してとか怪我とかに対しての病院の設備だったりとか、まあ美術館はどっちかっていうとメセナみたいなこうことだと思いますけど、紡績業なんかに関して言ってもそこで働いている社員の人たちのために、確かねこの紡績で働いている工員の方のために利益、会社で出た利益のかなりの部分を、宿舎とか寮とかの改築費の積立基金みたいなやつをね確か作ってるはずなんですよね。これちょっと潤えなんで間違ってたら申し訳ないんですけど、きっと合ってたはずです。共済組合みたいなものを設立して労働環境の改善に取り組んでるはずなんですよね。でそれってなんかこう大企業の社長が単純にやる、ましてやそれって大正時代の話ですからね、かなり身分格差がまだ今より色濃くあったはずですし、なんかその財閥の息子がわざわざその自分の後院一人一人の面倒を見る必要なんてないと思われてる時代だと思うんですよ。まあ、そこにあってですね、もう本当に長期的に見た時にその方のところにいるその従業員とか市民とかっていうのが人が財産であり、その財産を守るために投資をするっていう思想を持ってた、まあ、そういうねこう経営者っていうくくりでいいのか分かんないですけど、そういう人物
だったということをですね、まあ、最近ですね、まあ、ちょっとふんわりと知りですね、なんかこうかっこいいぞと、生き方として。で、僕なんかもこう本当にポンコツなこう人生を歩んできてですね、ポンコツライフって呼んでいろいろセミナーとかでも紹介してたりするんですけど、本当デタラメなこう若年期を過ごしで、まあ、23で独立したんですけど、なんかのらりくらりと自営業をやり、まあ、従業員の人たちの生活改善とかそういうのすごく僕が辛かったので、なんとかしてあげたいなという気持ちはありながら、週休3日制っていう制度をですね、まあ、当初より取ってて、まあ、最近でこそね、なんかそう週休3日制とかっていう会社があるとかって話題になったりしますけど、うん、なんかその働き方って8時間労働週休2日制とかで固定する必要全くないと思うんですよ。ね、で週休3日だろうが4日だろうが、うん、本当に1日しか週に仕事しないとか、でもっと言うとその1週間っていうくくりというか単位すらもぶっ壊して10日置きとか、まあ、いろんなそのくくりって本当は自由じゃないですか。本当はね、本当は自由なのに、みんななんかそこの枠にはまってほっとしちゃってるんですよね。そういう誰が決めたかよく分かんないこう都合の悪いフレームっていうのは、やっぱりね、こう一旦分解しちゃったらいいんですよと僕は思うんですよね。うん、だからまあその労働環境どうのとかっていうのはね、どうしたいかっていうと、自分ならどうされたいかとか、自分ならどうありたいかとかっていうのが中心になってて、でもそれを成立させるためには当然これってわがままなことなので、わがままを成立させるためにはそれ相応かそれ以上の利益を生み出す仕組みを作っていかなきゃいけないって、まあ、ここの仕事は自分がやるべきことなんですけど、でも従業員に対してもそれは同じで同様で、自分の人生ですから僕が決めるわけじゃないから、自分のフレームは自分で決めて自分で改善をして進んでいけるようになんなきゃいけないと思うんですよ。でそれがまああまりにも極端だとなかなか相こうまみれることができない、なんかこうアジャストしづらい、僕の言ってることとかってなんか世間一般論とはちょっとやっぱずれてるところがあると思うので、なかなかねこうアジャストしないんですけど、気持ちとしてはそこなんですよね。自由に生きるとかっていうことを発信したりしてるのもそこも根底には、うん、そこあるんですよ、うん、なんかそのわざわざ苦しい生活をする必要なんてどこにもないはずなので、自分自身が自由を感じて好き好んで、生活を送ればいいだけだと思うし、だいぶとっちらかってきて、何の話してるのかよく分かんなくなってきましたね。まあ、とにかく最近はその大原孫三郎さんについてですね、ちょっとこうね、注目していきたいなと思っているところであります。まあ大原さんの話をねこうした後で、もう全然話題をガラッと変えていくともうあれなんですけど、こう自由に生きるみたいなところで言うとね、僕ねやっぱテスラすごい乗りたいんだなって自分でも思うんですよ。というのが、今日これ収録してるのが9月の14日の土曜日の夕方になるんですけど、今日からですね日本国内でモデル3の納車が始まりました。でツイッターとか見てると、皆さんね納車楽しみにしてた方々がですね、その首都高なんかをオートパイロットで今走って帰ってるよとかね、そういうのをこうツイッターとかで書いてたりするんですよね。もう羨ましくてしょうがない。もう本当ね正直悔しいんですよ。やっぱねこのモデル3、概算出すと750万ぐらいの見積もりが出てて、でやっぱその750万っていう資金をですねここに投じる力は僕には今ないんですよね。そんなことより今やらなきゃいけないことは、とにかく遅れが出てるモデル19をですね、とにかく一刻も早くですね全ての方に納品し終わることがまず重要だったり、まあ、新製品の開発とか、あとはやっぱさっき言った求人やるんで、やっぱその従業員雇用ですね、雇用してお給料払っていかなきゃいけないし、とても750万車に投じる余裕がないんですよね。悔しい。こう準備ができてないとこういうことになっちゃうんだなっていうのをね非常に強く感じています。でね、もうこの
本当ね、お金っていうのはこう何かの価値のボリュームなわけじゃないですか。だから僕が今その準備ができてないとかお金が足らないっていう問題って僕そのものの価値によるとこにもうそれそのものなんですよね。で会社とかの単位になってきて何人もとか何十人何百人とかっていう人が働いてる会社でいうとその会社そのものの価値、時価評価というかね、評価額だと思うし、その評価された上でさらにそのキャッシュをどれぐらい蓄えてるかとかで、まあキャッシュじゃないにしてもそのフローがあれば、ローン組んだりしてですね、先々に伸ばしながら払っていくことだってできると思うんですが、まあそのね、無理して払ったってその750万が何に変わるかっていうと、その新たな利益を生み出したり、人のさっき言った大原さんじゃないですけど、うちの従業員の生活改善にはつながらないんですよね。僕の好奇心を満たしたりとか僕の知識欲を満たすに過ぎないものになって、もちろん安全性能とかそのいろいろ取ってつければいろんなその意味合いは出てくるんでしょうけど、やっぱこう大きく言うとその結局は僕の知識欲みたいなものを満たすに過ぎないものにしかならない。そこに700万かけれないですよね。7万円ですらきついですよ。7000円だったら本をいっぱい買えるから、7000円ぐらいが僕の今の限度かなと思いますね。それが今の僕が受けてる世間からの価値なんだろうと思うわけですね。でこのお金増やす方法ってすごく単純だと僕は思うんです。で金ねえって言ってるやつがね、金について語るのはどうかしてるんですけど、今年のねクラブリング、うちお客様、散髪屋の方のお客様にのみ購入していただけるように毎年クラブリングっていうのを制作してて、作成してて、で今年のリングのテーマは、ね、時と金なんですね。まあ、時とかタイムイズマネーですね。でお金っていうのはやっぱ、時間であるし、時間っていうのはお金であるっていうことの概念なんですけど、僕がまあ僕の解釈ですが、これはあくまで、これっていうのは時間あたりの単位とか価値の指数としてあるのが、何分パーお金ですね。逆かな、まあどっちでもいいのか。だからお金パーっていうのはあのなんていうのスラッシュみたいなやつあるじゃないですか。こうパーアワーとかのパーですね。1個あたり、単位あたりっていう意味ですね。PER のパーだと思うんですけど、時間あたりのお金の単位、1分間で自分がどれぐらいの価値を創出してるか、これ労働生産性とかなんかね、そういうことにもつながると思うんですよ。分配率とかいろんななんか計算したりするじゃないですか。まああれって僕も一人のこう自分が経営者であると同時にそれ以上にですね、 99% は僕ただの散髪屋なので、労働者な作業員なわけですよね。僕っていうのはその作業員として働いてる時間の単位のお金っていうのはやっぱりすごく低いんですよね。これは世間的に散髪屋っていうのはすごく価値が低いので低い金銭しか受け取ることができないですね。で一方で中村商店っていうのは、物品販売をしてるんですけど、これ時間単位で表すのは非常にこう散髪屋と違って工数単価があるわけじゃないので難しいんですが、まあ、ざっくり割っていくと、僕はその物品販売してる時の中村の方がその時間あたりの僕の価値は高くなってるんですよね。で今それ2個1にして使ってるんですけど、さらにその引くことのメディアをやってるんです。このラジオを撮ったり YouTube ほとんど最近動かせてないですけど、まあ、ラジオを毎週やって、これラジオパーソナリティと呼んでいいのかどうか知らないですけど、まあ、こうやってベラベラ喋ってる自分の価値っていうのは世間的な価値は今のところゼロなんですよね。で僕はお金 と、時間をコストとしてここで出費して払ってるので、だから僕のこの時間あたりの、ラジオを撮ってる中村の価値ってはマイナスなんです今。だから式にすると、だから散髪屋足す、製造業者、引くことの、メディアやってる中村がイコール僕今の僕の価値みたいなところで表せるんですけど、その価値っていうのがやっぱり高くならないと豊かになるのは難しいです。で僕にはですね、僕の背景というか僕にはですね、家族が紐づいてるわけですね。奥さんや子供っていう家族が僕に紐づいてるんですね。で彼らの所得、彼らの生活っていうのは僕の所得で
完全に 100% 賄うように今なってるので、だからさらに分散するわけですね。だから僕一人当たりの価値がもっと高くないと5人家族を養っていくのは非常に難しいみたいな問題にこう直結してるんです。でだから何が言いたいかっていうとですね、まあ、僕この時と金っていうのは非常に重要で、忘れちゃならない、これは抽象的な概念だったり、ここがまあ一つのコアなものだと思うので、この時と金っていうものをテーマにリングを作って、ただいま絶賛受付中ですので、ぜひうちのクラブメンバーの皆様にはですね、まあ、こちら購入していただき、僕の時間あたりの、価値にね貢献していただきながら、ながらですよ、その僕がこうやって今ベラベラ喋ってる時と金っていうことのこの概念に共感していただいて、自分たちの生活の中にもぜひ取り込んでいただけたら非常に嬉しいなっていう気持ちでこう作ってましてですね、19年モデルなのに受注してるのが9月の段階っていうね、ひどいありさまですけど、時と金の時どうなったっていうね、ひどいありさまですけど、まあそんなことをやっております。まあこうやってですね、なんかこう人生を楽しむというか、まあ、自分のやってることに意味をつけて、コンテキストをつけてですね、なんかこう遊んでいく、でこれもちろん僕にとってはもうお金儲けの手段の一つではあるんです、これはもう間違いないんですけど、でそれっていうのは自分の価値、時間あたりの価値を高めるための活動の一つであり、さらにそれをですね増幅させながら、こういうイデオロギーみたいなものを散髪屋を通じて発信するし、中村商店を通じて発信するし、こういうメディアを使っても発信するし、僕の持ってるイデオロギーみたいなものを発信して価値を高めていきたい。で強いてはですね、この思いに共感してもらったりとかですね、まあ、共感する人しない人どっちもいると思いますけど、なるほどな、面白いな、じゃあなんか取り込んでみようって思った方がさらに時間単位の価値を高めてですね、それがまあ個人の価値になるわけじゃないですか。で1分の積算が人生を決めていくわけだと思うんですよ、まあ、1秒でも何でもいいんですけど、1時間でも何でも単位はいいんですけど、でもこの瞬間瞬間の蓄積なわけじゃないですか。でいつかはこれは終わりを迎えるわけで、それまでにですね、まあ、この個人の価値をどれだけ高めるか、で価値が高まってですね、豊かになれば、金銭的にも時間的にも豊かになればなるほど、この大原さんのように社会貢献とか公益性を帯びてくるようになるはずだと僕はこう仮定したんですよね、まあ、特にそう強く最近そう思ったんです。なんとなくぼんやりそうなのかなっていうのも、強く思い直すことができたっていう。だからなんか僕もですね、まあ、くだらない人間の一人であるんですが、やっぱね迷惑をかけて生きていくよりは誰かの役に立って生きていきたいっていう思いで今なんかいろいろやってるわけですよね。だからやっぱこれを顧客とかっていう単位だけじゃなくて、もっと広く公益性のあるものまで成長させたいと。で散髪屋は僕は公益性っていうのは必要なくて、僕のお客様がさらに伝達してこうその先へっていう感じで、散髪を僕が散髪をしている方々がさらに発信をしていくハブになる、こう布教をしていくというか宣教師みたいなね、こうことですよね。なんか宗教じみてきて気持ち悪い話になってきましたね。まあでもそういう布教をしていくみたいな影響力を僕の代わりに行使してもらえるようになってくると面白いなと思いますし、中村商店で作ってるケープとかも、あれはもう本当にコンセプトがもうバチバチにあって、ブランディングをしなきゃいけないと。ブランディングをなぜしなきゃいけない、これも一緒ですね。価値を高めるためにやらなきゃいけないんですよ。価値を高くしないと散髪屋は豊かになることができないから、価値を高めるためにブランド力をつける、そのブランド力をつけるという行為のことをブランディングって言うんですよね。でブランディングをするためのケープをうちは作ってるんですよね。だからうちの製品っていうのは、散髪屋さんたちに使ってもらいたいなと思ってやってるっていう、まあ、こういう思いも散髪屋さんたちがさらにその先々顧客だったりとか、その顧客がさらに誰かだったり、こう社会にこう影響力が波及していくようにしていきたいし、メディアっていうのはこうやって直接こう自分の声で届けることで、これを今聞いてくださっている皆さんのこう耳に入ってっていうね、まあなんかねこうオーバーラップして被ってるうちの顧客だったりとか、散髪屋のクラブメンバーだったりとか、中村商店を知ってる
うちの製品を使ってる人だったりとか顧客だったりとかっていう、まあ、ちょっとこうね被ってる部分あると思うんですけど、全くもしかするともうこれをね関係なく聞いてる方も中にはいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういう人たちにも届くといいなと思ってこうねこうやっております。うん、今日非常に気持ち悪い話がいっぱいできてすごくね自分的には納得しております。ということで、まあね、本日ねここまでということで、今日40分喋りましたね。ベラ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 とよく喋る男ですわ。また来週もお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。さようなら。はい。